こんにちは。2009、2010年に所属していた片野博道です。ギラバンツ対談後はそのままタイにトライしに来て、でテストを受けたチームからすぐオファーがあったので、そのまま契約してタイでプレーすることが決まりました。でそこからもうすでに12年目になるんですけど、まあ、こんなに長くタイでプレーするとは思っていませんでした。みんなで一丸となって T2 に昇格してもらいたいなと思います。頑張ってください。